皆さんどうもこんにちは、タイタラです。ポケモンレジェンズアルセウスやっていきたいと思います。さあ今日もなんですけど、図鑑埋め、頑張っていきましょう。さてね、図鑑自体は完成してるんですけど、研究レベルがまだあと60匹終わってませんので、全部完成目指して頑張ってるとこです。さあ今日なんですけどね、前回黒曜の原野ガッと埋めて、まだちょっと残ってるんだけどね、今日はここ、グレンの湿地、ここにいるね、島クイーンだっけ？クイーンと戦いつつ、ここの図鑑埋めやっていきたいと思います。全然埋まってねえんだよね。59だって。やばくね？ここちょっと埋まるかな。よし、じゃあまず最初にね、クイーン倒しに行こうか。さあ、クイーン倒しに来たんだけど、また大発生してる。もういつも大発生してんだ、このゲーム。ということで、今日何がいるか見てみましょうか。でーんと。なんか、まだここで捕まえてない子いたらね、図鑑埋まってない子いたら、ここで埋めちゃいたいと思ってるので。終わってない子いるかな？ちょっと調べるわ。さあ、終わってなかったポケモン、スコルピがいたんで、スコルピだけ捕まえちゃおうと思います。何匹か捕まえたら終わるやろ。ちょうど。うわ、逃げられたけど。ほい、スーパーボールにしとこうか？スコルピ。スコルピ意外と全然捕まえたことないんだね。しかもちょうどあれじゃん。バンジの実持ってるこの子。ねえ、ドラピオめっちゃいるけど、ここ。怖っ。よし。で、ドラピオンも終わってない。ちょうど。ちょうどいいね。だったらもうこの子ら全部捕まえちゃおうぜ。ドラピオン、スコルピー。ねえ。捕獲大作戦だ。ねえ。みんな捕まえる。うめえ。さあ、楽しくポケモン捕まえたとこで今から、行きましょうか。島クイーン。あ、峠だった。ごめん。島クイーンってちょっと、あれや、アローラ混ざってんだ、今。さあ、峠クイーン、ドレリアは、輝きながら元気にしてるよ。クイーンですね。キングとクイーン。さて、今日はどうするんだい？とりあえず再生しましょう。お願いします。それでは、ひなつのに代わり、ドレディア、頼んだよー！バトルが。さあ、この、戦場の舞台。霧が濃いね、今日も。ここで踊っているポケモンがいる。グッ！風がすごいぜ。輝く、その足。あら、かわいい。あら、かわいい。久しぶりに見ても、ニコニコしてしまうな。あら、あら、あらまあ、峠クイーン、ドレディア、翡翠ドレディア、勝負といこうか。久々のバトルだ、再戦。やべよ、全然パターン覚えてないけど。いや、どんなパターンだったっけ。はい。どんなパターン？衝撃波！そういう系ね。はい。はい。楽しそう、楽しそう、楽しそう。ジャンプしてからね、しっかり避けよう。避けていく。はい、避けていく。はい、大丈夫、大丈夫。こんな感じでパターンはもう OK です。一発食らっちゃったけどな。ドーン！はい、ドーン！はい。また、なんか、テンポ上がってきた。テンポ上がってきた。ドーンドーン、回数増えたかかと落としスイカでやめてよ。じゃあね、行くえアルセウス。じゃあ今回もレベル上げたい子たちと、そして神を連れてきました。行きましょう、神を。神通力でもいいんだねえ。じゃあこれ、まあいいや、さばきの粒で行くか。タイプが変わるからだ、これで。何タイプなんだこれで。聞こう、今回は飛行タイムにやった。行け飛行の力、さばきのつぶて、せい。強すぎる、強すぎる。ギガインパクトは痛い。いや強いな、やっぱうちの神は。うちの神やばいってマジで。さあ、とどめいきましょうか。神通力、エスパーもキック。はい、ということでドレディア倒せ。おら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 、沈め玉投げまぐれ。かわいいかわいい。よし、またまた一緒かな、これで。かかと落としだけ気をつけたらなんとかなりそうだね、この子は。で、ゴーン。まあ、これは全部かかと落としなんだけど。ああ、これも、ちょ、それも知らん。知らん技やめて。知らん技やめて。わ、初見じゃ避けづらい。で、さあ、次は何するんだい君は。いつもだ、テンポ上げて。リズムよく。リズムよく。はい。回る。かかと落としはありがとう。いやー、かかと落としの後になんか一回転するなし。ドーン。また一回転する？もうしない？もうしない。はい。はい。ドーン、かかと落とし。
はい、ドーン、かかと落とし。はい、大丈夫。もう怖い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 。よし。さあ、あとちょっと。で、避けていけ。で、また1回でした。1回で下手くそすぎる、避けるの。はい。いや、翡翠ドレイヤーじゃ強いよな。テンポ上がった。はい。ドーンと避けて。避けて。避けて、3回目。もう一丁。よし。もう一体、今回連れてきてるんだよ、引率の先生。前回は熊右衛門だったという、今回小道寺です。さあ、小道寺行くぞ。勝利の前出た。これ次のダメージが2倍になるんだっけ、やばい技だよね、これ確か。セミの力が高まった。いや、これ強いんだよ、マジで。力強く構えた。どうすんの、これ。アイヘイク？いや、マジきついけど、これ。こっち防御力一回高めといた方がいいか。いや、でもそんなことしなくても勝てるはず。いや、でも待って、向こうはあれだよな。格闘タイプだよな。まずい、これは立てこもり必須。陰キャの前に行くしかない、俺と。もうそっちがバフするならこっちもバフだ。小道寺、引きこもれ。よし、ナイス小道寺。煙幕最強だから。来い。煙幕一撃やばいやろ、威力お前。バカ力やめろ。アイヘイ。いや、勝った！避けて！いや、避けれん！ちょ、待って、マジ強いけど、これ。ちょ、待って。え、ドレディア、やば！今年負けたけど、え、これ、神負けたら終わるけど、俺のパーティー。大丈夫かな？神負けるって、これ。で、時間制限はないのか？タイムアタックしてんだよね、これって。いや、もう、とどめ行こうか、いきなり。待って、これ、守りの力上がってんだよね、確か。大丈夫かな？さあ、飛行タイプになって。かませ。はい。行くぜ。さばきのつぶて力技。おら。おーっと、耐える。やべ。やべっす。いえ。大丈夫？大丈夫これ。生の力戻って。よしよし、守りの力戻って。ちょっと待って。超強いけど。自己再生しとこう、神。神の自己再生。神は強いので。神強っ。はい、というわけでとどめのつぶていきましょう。とどめのつぶて、たどりちゃん撃破。翡翠ドレディア、あ、そう、まだ撃破じゃないんだよこれ。終わらちゃんと沈めなませば当てきれなあかん。最後までオッケー、倒しきれ、投げきれ、よし、オッケー、終わりだ。翡翠ドレディア、おらい。このかわいいポーチを、ポーチ袋を投げつけたぜ。さあ、これで元通りの姿に。かわいい、こんにちは。大したもんだね。4分57秒だよって、結構かかったな。ありがとう、ひなつからの伝言よ。ドレディアのことよろしくですって。ひなちゃん何してんの。ひなちゃんまだ髪切ってんのか。はい、というわけで、今回も見事キングじゃなくてクイーン倒すことができました。やっぱね、クイーンねとかキング再戦レベル70で普通に強いわ。ね、一回しか戦ってなかったから、ね、やっぱね、なんかね、全然覚えてなくて、新鮮な気持ちで戦えて、すごい楽しいね。よし。それではね、今からまた、図鑑埋めのタイム行きましょうか。さあ、今日はね、さっきも言った通り、ここ、グレの湿地のポケモンたちを、ちょっと、ね、適当に埋めていきたいなと思います。さて、じゃあまず最初はね、ゴルダックから行こうか、ゴルダック。ゴルダック、ここですね、レベル2だって。草タイプで倒すとか、いろいろとやるって感じか。まあ、一体だけ倒しとくか。神の力で。神の力で倒せ。よし。草タイプで倒せねえかな、神の力で。33だ。あ、ちょうどいい。草タイプだ。神便利。草セウス来た。緑ですね。いや、このホルム結構嫌いじゃないぞ、緑のやつ。よし、ゴルダック。ゴルダック全然だからね。ちょっと、頑張っていっぱい倒したり、ね、使ったりしなきゃ。倒す方はいいとして、あれだね、ゴルダックは試練の頭突きを早技で打ちまくればパッと終わりそうだね。さて、コダック。コダックレベル高えな。やべえ。おい、負けてるぞ！進化前に頼む、頑張ってくれ！ゴルダック負けちゃう大丈夫か？よしよし、ビビった。コダックに負けるなよ。よーし。サンキュー。さあ、これでゴルダック終わるかな。まあ、こうやって一個ずつコツコツ埋めていきましょうか。さて、見てみましょう。ドデデンと、あ、そうか。捕まえてたな、スコルピとかたくさん。
たくさんたくさんありがとう。はい、じゃあ見てみましょうか。お金4000円。気持ちいい。お金稼いでポーチ、ま、上げなきゃいけないんだな。そういや、忘れてたわ。それもやんなきゃね、また。さて、今回終わったのは、お、スコルピーが終わったな、スコルピーも。ハサミの切れ味、ハサミだよね、あれ。ハサミの切れ味、鋭く毒も含む。実に危険なポケモンなり。されど、冷えには脆い模様。寒さに弱いポケモンだ、というサソリポケモン。そして、今回埋まったやつ、ゴルダック。肉体、頑強なりって。両手足に水かきユース。アレスサブ、海をものともせず、高波をかき分け、悠々と泳ぎたり。という、すごいね、ゴルダック。泳ぎが達者なポケモン。頭もいい。最高だぜ。はい、というわけで2ページ埋まりました。今日何ページ埋まるかな。さあ次、ゴルダックのちょっと下なんだけど、ロズレイド埋めましょうか。ロズレイド、あー、いた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 。そうそう、ロズレイド、ここ親分なんだよ、親分。ウェーイ。なんだ、何があったっけこれ。ロズレイドって疲れさせた数疲れさせようとほら疲れろよね。え、逃げるな、疲れろ。いや、あと一発。よし、疲れさせた。じゃあ疲れたところを捕まえてやろうか。このまま、ボール選ぶが遅い。えい、ギガトンボール、どうだ。いけた、よし、さあ、ロズレイド。疲れさせるっていうのはね、今みたいにね、粘り玉を当てたらね、疲れるから、それを覚えておくだけで気持ちよくなれるね。さあ、まさかの捕まえるだけで終わったわ、多分、タスク。超楽、親分ゲットだぜ。はい、ってことでこんな感じ。2000円ゲット。1匹2000円、ありがとうございます。親分乱獲しよう。はい、さあ見てみましょうか。ロズレイド、 両手の花束に猛毒を、構えし、トゲの鞭を仕込む。漢字むずいんだけど。華麗なる体さばきにて獲物を追い込み、鞭のさばき、まるで容赦なし。オスメスでの違いは、背中のなんか、マントみたいなところが、ちょっと膨らんでるとか？そんな違いがあるんだね。はい。ということで、見事タスク完了です。ペースいいね、これ。さあ、次のポケモンですね。さあ、次のポケモンはね、そこにちょうどいた。あの子。そう、ドジョッチですね、ドジョッチ。ドジョッチが、えい。あれ、逃げられた？え？どこ行った、ドジョッチ。え？これだよね、ドジョッチ。戦おうよ、ドジョッチ。ドジョッチ！えい！戦おうよって全然戦ってくれなかった。おぉ、アルセウス神だから浮いてる！そんなバカな。神、すごい。はい。役か、クサセウスで倒すか。さあ、ドジョッチがあと1匹捕まえて1匹やっつけたら終わるので、さっと終わらせましょうか。でーす。おつでーす、ドジョッチ。ドジョッチにはね、餌あげてもいいらしいんですよ。餌、なんかいいのないかな？食べる？俺の実食べるが。俺の実食べる親分やけど。興味ある？食べたよこれ。食べたからな。もう食べたらそれはもううちの子や、君は。結構なんかいろんな形でタスク埋まるのやっぱおもろいな。はい、というわけで見てみましょうか。さあ今回もドジョッチのみです。捕まえたのは2000円、サンキュー。親分1匹2000円です。さて、ドドンと埋まりました。ドジョッチ、水にごりし沼地を住みかとす。視界悪く天敵より姿を隠す。代表の粘液により手づかみ難儀なり。土壌ですからね。ドジョッチでーす。よし、終わった。ドジョッチ、楽しかったな。餌あげるのはね、積極的になんか適当にやりたいよね。はい、じゃあ次でーす。さあ次は、サーナイトですね。サーナイト、もう図鑑の研究レベル9なんで、ね、あと1回早技を何でもいいので打てば終わりでーす。一瞬です。ああ、美しい。かわいい。サナイトかわいいよな。親分にするとバカでかくってちょっと面白いけど。よし。こうやってね、もうパッと割るのも結構あるからね。嬉しいね。さあ見てみましょうか。お願いします。さて、サナイトだけだね。親愛なる主、守護する覚悟見せり。祝女を想起する純白のドレスこそ、命
とすもの、まといし、装束と言えり。ね。ドレスを着てる。やばい。たまらんな。うん。さないと。俺守ってくれないか。いいよね。ポケモンね、どの子か一匹だけも、ね、連れていけるってなると、どにこにするか悩むね。さないともめちゃくちゃ候補だよな。美しいし。さて次行きましょうか。さあ次がね、マスキッパではなくメガヤンマですね。メガヤンマ終わってなかった。俺バンチびっくりしたんだけど。さあ力技1回打てばもう終わります。ね、緊急レベル9でした。やっぱ9の子結構いるわ。うん、9の子9の子は技一発打ったら終わりっていうパターンばっかだからね。もう楽オブ楽。よし、さあ博士お願いします。博士今姿消えてたな一瞬。はい、終わりです。性質極めて凶暴、獲物狩りし時急所のみ狙い、無駄一切なし、この種を従えし者は強胆なり。なるほどな、メガヤンマを従えてるやつはやばいやつってことだよ。みんな怖えぜ。気性の荒い怖いポケモンってことだもんね。すげえぜ。はい、ということでこれでまた図鑑が埋まりました。さあ次のポケモンなんですけど、みんな大好きカバルドンです。カバルドンね、全然実は研究レベル進んでなかったんだけど、どっかに親分いなかったっけ、この辺とかに。なんかいた気がするんだけど。いた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 、カバルドンいたいた、これだこれだ。おい、どうしようカバルドン。捕まえれるかな。即折り。あ、見つかっちゃった。見つかってない。えい、どうだカバルドン、来た、ゲットだぜカバルドン。いやー、親分を捕まえた数。あ、これで終わったかもな、もしかしたら。いや、なんか固定モンスターがいるとだいぶ楽だな、ほんと。おう、知っておけで親分カバルドンゲットです。見てみましょう。デデデーンと2000円。親分ばっか捕まえてるから2000円単位でお小遣いが増えていく。ありがとう、ラビー博士。どこからそんなお金あんねやろな。さて、気は短く血の毛多し、砂混じりし旋風起こし、敵の威勢くじきて襲いかかるっていうね。カバルドン有名だよね。オスとメスで姿がこんなにも違うって、色が全然違うっていうポケモンです。よし、ということでページがドカッと完成しました。いいね。さあ次の子はね、ヌメラとかは終わってるのに、なぜか終わっていなかったヌメイルですね。ヌメラ、ヌメルゴンだけ終わってて、ヌメイルだけ終わってないっていう。多分捕まえた数が少なかったんだろうな。うん。なんでね、ちょっとたくさんね、技打って終わらせましょうか。まあ、すぐ終わります。博士、終わりましたよ、ヌメイルも。これでヌメヌメ3兄弟終わりましたね。陰気な性質。ね、いきなり悪口から始まったな。翡翠の血の水に含有する鉄が、皮膚の粘液に作用し、金属の殻へ変容させたと考察する。ねえ、なんか翡翠地方のヌメイル、ねえ、ヌメラ、ヌメルゴン、みんななんか陰湿なんだよな、ほんと。ヤンデレだし、ヌメルゴンって確か。ヌメルゴンの説明確かやばかったよな。なんだっけな、見てみようぜ、一回。ヌメルゴン。ほら。孤独を嫌い、執念深く、好いた者が己から離れると怒り荒ぶるっていう。めちゃくちゃ怖いよ、この子。ずっとそばにいてあげないと怒るんだよ、ほんと。可愛らしいやつめ。さて、あとはイワーク、ハガネールか。さて、イワーク、ね、ハガネールに進化したら、そのまま、図鑑埋まるんで、これ、進化させた数ってやつで。で、さらに捕まえた数もここ埋まって、二石三鳥ぐらいなんで、二石三鳥ぐらいなんでね、ちょっとやってみましょうか。進化させましょう。さあ、進化するアイテムはメタルコートです。使ってみましょうか。イワーク。ムワーク。さあ、イワーク。おめでとう、進化。で、ポッポより攻撃力が低い。イワークだけど、進化すれば強くなるんだよ。カモン。鋼のカチカチボディ。鋼エル。よーし。さあ、イワークは鋼エルに進化した。鋼エル見た目好きよ。かっこいいよね、ほんと。やったぜ。おいしい。さあ、これで、イワークは終わったんだけど、ハガネールも先に埋めちゃいましょうか。さあ、ハガネール、これで終わりかな。よいしょ。力技で、ステルスロック。ステルスロックがね、今までは交換したポケモンにダメージ与えるって技だったのに、今回攻撃技になってるんだよな、やっぱ。面白いよね。そう言って、ほら、こうやってスリップダメージが入るっていう。なあ。
オッケー、さあこれで終わりかな、帰りましょう。ハガネールとイワーク、ダブルワークでやっつけましたよ。オッケー、見てください、ラビ博士、長いよこの子たち。イワーク、大岩連なり、大蛇のごとき風貌なり、地響き立て地中深く埋もれ、岩喰らいながら、何これ、随道掘り進む、読めないこれ、ごめんなさい漢字がむずい。そして、ハガネールですね。キテレツな道具により進化せし姿、メタルコード。鋼鉄の壺をまぶせし体は硬く、混合石でも傷つけることかなわず、ダイヤモンドでもかなわないっていう。最強やん。ポケットモンスターハガネールにしない魅力がちょっと薄いかもしれんな。はい、というわけで2ページ埋まりました。あー、今回こんなもんにしとこうか、みんな。よーし。さあ、今回もね、クイーンを倒して、かつ図鑑が埋まりました。なんと今回で埋まった図鑑の数は、でん、でんと、10埋まったんすよ。192になって。だから残り50です。今日の冒頭残り60って言ったやつが、もう10も埋まりましたね。いいペースで埋まってますね。まあ、グレの湿地がね、残り7匹。で、小魚の原野もね、なんか、かぶりがいたんでね、残り3匹まで減りました。まあ、次回はね、こっち、群青行きましょうか。こっちもまだまだだな。やばいな。はい。まあ、1個ずつね、ちょっとずつ埋めていけば、いつか埋まると思いますので、少しずつやっていきましょう。はい。それでは終わりましょうか、皆様。ね、引き続き図鑑完全コンプリートまで、頑張りますので、応援よろしく。それではチャンネル登録したい方、チャンネル登録、高評価よろしく。また見てね、おつっぽいよ。